こんにちは、ウィンディ営業部太田俊平です。今日は、トピア浜松浜北営農緑化目センターに来ております。今回は3月2日から4日に開催された浜北の三大祭り第50回浜北植木祭りを特集します。前半は営業部の太田くんが植木オークションに挑戦、後半はウィンディーステーション浜北の古橋さんが盆栽教室を体験しました。ウィンディ光のブースもありますので、そちらもちょっと紹介しつつ、僕は今花粉症なので今日だけちょっとマスク着用でお願いします。喉が痒くて、なのに植木祭りいいんですけどね負けないでください。はい、わかりました。ありがとうございます。植木祭り実行委員会の副委員長の平松様にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。浜北っていうと、あの植木の町というあのイメージがだいぶ定着をしておりますので、こういう機会にですね、まあ、地元の盛り上がりも あります。植木祭りは、飛龍祭り、万葉祭りと並ぶ浜北三大祭りの一つ。浜北地区の特産である植木に親しんでもらおうと、JA トピア浜松や植木生産者が中心となり、展示即売会や育て方の講習会を行っています。今年で50年目を迎えた歴史あるイベントです。まずは開催を記念してお餅投げが行われました。ちょっと映してあげて、これいっぱい、これこんだけ、ちょっと俺ダイレクトキャッチします。あ、おろっきー食べました。これそのまま食えるんですか？わかんない食べましたか？食べました、お母さん。あ、お母さん今それどころじゃないみたいで餅が俺とか、うん、これやった。それこれ全部お餅の、お餅とお菓子です。あ、すごい。ちなみに何か育ててる？ちなみにユッカとか、やっぱああいう大根植物今興味あって、へぇ、はい、育てようかなと思ってます。はい、すみません、パキラとかですかね。パキラ、ユッカ。ごめんなさい、初耳だったんで、僕ちょっと調べて、ちゃんと帰る頃には分かるようにしておきます。あら、苔の、ね、綺麗なんだ。100万。え、200円。200円。はい。600円。はい、600円。600円。600円。800円で骸骨買ってくれる人、もう一人。900円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 。だから1000円が出た。あ、まあ。1000円でお母さん。はい、じゃあお父さんもいいですか？ちょっとインタビューさせてもらいたい。そうです。どれも元値はもっと高いよ、ね。高い高い。はい。これなんかこの3倍くらい。あ、本当ですか。あ、じゃあ3分の1の値段で買えちゃってるから。そう。だから好きなのを選んだ。マーガレット大好きだから。はい。はい、いいですね。お忙しい。こんにちは。すみません、ケーブルテレビなんですけど、これはどこが気に入ったの？早いから育てやすそう。これあってこの赤、あ、これは300円から、はい、300円から500円、あ、600円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 、意味だよ。あ、よかった次、次じゃん、次、待ってね。今度、ビワよ、金こちら、長崎バケット、だから、ビワよ、金は200円、200円からね。
これ本来いくらぐらいするんですか？ビワこれ本来いくらぐらいするって、いくらビワね、だいたい1000円くらいビワって1500円ぐらいしますよね。じゃだいぶ得してるっていう認識でいいですか？多分そんぐらいします。あ、本当ですか？ありがとうございます。2番、62番これですね、はい、はい、この男の子、はい、ビワ育てられますかね？いけると思います。はい、簡単ですか？はい、簡単です。簡単です。そんな風には見えないです。競り体験もできて、通常よりもかなりお安く購入できる植木オークション。植木祭りならではの楽しい取り組みですね。綺麗で育ってる。僕が競り落としたビワは一番お世話になっているゆきさんにプレゼントしたいと思います。え、マジくれんの？はい、いただきました。春平と名付けて実がなるまで大事に育てたいと思います。あの、できたら送るね。あ、お願いします。あの、着払いです。いや、できたら僕が行きます。え、いいよ、これって送る送る。いや、ビワ郵送嫌です。ビワをあの、プチプチに包んで送る。いや、両方手間じゃないですか？え、両方手間じゃない、大事に育てます。ありがとうございます。ありがとうございます。ビワなんだろうな。ちなみにウィンディのブースでは箱の中身当てゲームをやっていました。気をつけてよ。危ないに。もっと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 楽しかったです。楽しかった？惜しかったね。バナナじゃなかったね。正解でっちゃ楽しかった。これからも、これからちょっと僕らウィンディって言うんですけど、うん、ウィンディ光をよろしくお願いします。はーい。ありがとう。はい、ありがとう。マサさん、はい、あの、僕がもうこっちで働かなきゃいけないので、はい、午前中ありがとうございました。ありがとうございました。バトンタッチでいいですか？承知いたしました。お願いします。頑張ります。はい、雪見抜けてる。さあ、ここからはウィンディーステーション浜北、古橋がリポートをしたいと思います。はい、こちらのですね、ファーマーズマーケット行ってみましょう。さっきと毛色が違いすぎてめっちゃ面白いです。こちらでは今から盆栽教室と植木の相談コーナーが行われるということで、ちょっと覗いてみましょう。盆栽教室は盆栽の魅力を伝える浜北の専門店盆栽イクマのスタッフや日本盆栽協会の会員が講師となり開催しています。こうやって市民の皆さんにも見てもらうためにこうやって公開してやってますね。あの、防災のイメージって多分本当に敷居が高くて手出しにくいって多分思われてると思うんですけど、本当に防災を身近に捉えていただきたくて、僕たちはこうやってあの皆さんに見えるようにはいやっております。だけ同じ2つに分かれているのでも洗い物より細かいですね。これ今切ったんですけど、ここ長かったじゃないですか。ここ長く欲しくないですよね。ですから、こう伸びる前にこのくらい伸びたら葉っぱを3つ残すぐらいのところで、こういうところは今出てきてる先は落としてください。今お話伺っていいですか？あの、今見てらっしゃいましたけど、どうぞ勉強になります？そうですね、はい、実際にやってみると結構やっぱり理にかなったことをやられてるなっていうのがなかなか面白いです。あ、これ8000円。
すごいですね。でも、ね、自分のなんだろう子供たちに託すみたいな、ね、そういうことですね。要は投資目的。あでもマサさん投資して私に売り譲ってください。ちょっとねだらないじゃないか自分はお互いにこの大きさでこの、はい、これぐらいの幹腹なんで、はい、これ多分樹齢60年とか70年前は言ってると思います。盆栽ってあの僕たちが全部仕立てるわけじゃなくて、うん、前の代からのずっと継いであるのが盆栽なんですよ。で僕たちより全然生きるのでまた僕たちの次にもつなげなきゃいけなくて、まあ、完成形がないのが盆栽の魅力なんですよね。教えていらっしゃる先生たちはどういう皆さんなんですか？はい、だって盆栽協会の方なんですけど、うちの大将の西岡のおじいちゃんの仲間なんですよ、もともとは。で、うちのおじいちゃん、あのゴーちゃんって言って、今91歳のおじいちゃんなんですけど、うん、ゴーちゃんこと生間剛一さん。浜松の盆栽の文化を70年近く支え、現在は現役を引退。盆栽イクマは盆栽の文化を絶やさないようにと、イクマさんの思いを引き継いで活動しています。でそのおじいちゃんが盆栽を辞めるってなっちゃうと、本当に浜松に盆栽が残らないっていうことになってしまって、盆栽のおじいちゃんの仲間たちがこのみんなでこう助け合って、今こうやって盆栽をこう根強く浜松でこう広めていこうということを意識していて、今ですね、この古橋さんも楓の植え替えを体験してみました。植え替えというのはあの今これが多分硬いすごい簡単にやってるようなんです。これでいいですか？そう、こうやってこっちへ根っこを引っ張ってほぐすようにね、とてもおじいちゃんがのんびりやってるイメージだったんですけど、とんでもない。これだけでも相当体力使いますよ。お父さん盆栽やって何年ぐらいになるんですか？僕が始めたのが24の時。24の時で現在82。お、60年近い。この盆栽の魅力どんなところですか？木もそれぞれ個性があるから、ね、家の形にはできないからね。こっちが楽しんでるんじゃなくて、木から楽しませてもらってるっていうのは。木から楽しませてもらう名言いただきました。それでは八代さん、今日ありがとうございました。盆栽とても勉強になりました。テレビを見てる皆さんに一言メッセージをいただいてもよろしいでしょうか？はい、盆栽はあの難しいものでもなくて、とても簡単ではないですけども、とてもあの身近なものです。皆さんで楽しんで盆栽ライフをよろしくお願いします。お願いします。盆栽盆栽教室は緑化木センター内のファーマーズマーケットを会場に、今後も定期的に開催されます。皆さんもぜひ盆栽に触れてみてくださいね。今回は浜北植木祭りを特集しました。皆さん浜北に遊びに来てね。